ご紹介しますえー、音楽ライターの浅沼です、えー、今日は <laughs> 今日は、えー、とラグランジュシンフォニーという、えー、デ,ビデビューしたというんでしょうかねファーストアルバムをリリースしたばかりの、えー、ユニットと、えー、ドイツはデュッセルドルフから、えー、来日中のアンディ・バズさんのえー 5名ですね5名の,あの、まあ、対談というか公開インタビューをしたいと思います、えー、とまずその、今日は、えー、このトークの後に、えー、アンディ・バズさんの DJ があって、えー、その後ラグランジュ・シンフォニーの初ライブがあります。でまずあの ララグランジュシンフォニーが何なのかっていうことを知らない方がほとんどだと思うのであのそこから聞いていきたいと思います、えー、じゃまずあのそれぞれあの自己紹介をしていただこうと思いますえっとじゃあまずあのラグランジュシンフォニーのリーダー一応リーダーであるロンデニオンさんから、えーまあ、順番にメンバー えー、紹介自己紹介していただいて最後にアンディさんでいきましょうかねはいえー、ラグランチュシンフォニーのロンデニオンですよろしくお願いしますイエおそびだっけ <laughs> なんかもうちょっと普段どういうことをしてるかとか <laughs> あのそうですね基本的にはトラックメーカーでやってますけどねはいあのロンデニオンというソロ名義でも、はいでね、たくさん曲を出していらっしゃってアルバムも すね、去年の10月に、はい、出して、はい。というロンデニオンさんと n、えー、ノーミルクという名前で制作をやったり、えー、フォノンという、えー、こういうスピーカーを作ったりするメーカーをやっています、えー、よろししくお願いします。 えとケゾ・アイ・エムという名義で DJ プロデューサー活動を行っています、えー、とハウスミュージックを軸にいろんな音楽を作ったりプレイしたりしています、えー、とラグランジュ・シンフォニーのメンバーのうちの一人ですで4人目のメンバーは私も今日初めてお会いあでもロンデニオンさんもそうですけど あのはい、はい、私もあまりあの実態を知らないんですけれども <laughs> 自己紹介お願いしますええー、去年の12月にラグランジュシンフォニーに入りました ACSD と言いますええ元々ヒップホップと、えー、テクノハウス、まあ、いろいろ聞いて好きほどやってきましたよろしくお願いしますアンディさんお願いしますアンディさんお願いしますアンディさん My name is Andy Vaz I'm from Cologne Germany S it. <S ははい、ンコまましした。て98年からレーベルをやっています。当時はミニマルテクノのレーベルをやっていました。今、ヨーラで、えー、とハウスを中心にやっています。<laughs>

あのドイツではあの結構ライバル都市でそこ間違えるとすごい怒る人が多いからって言われてたんでちょっと間違えたかと思って焦りました yeah, but I have something to say to that d u s s e l d o r f and Cologne They really hate each other the cities Like d u s s e l d o r f is the capital They have all the money And the biggest Japanese population in Europe I think And Cologne is the big city But

でまあ、ビールがお互いあの自慢のビールが全然違うビールがあって、えー、デュッセルドルフで間違ってケールンから来たなんていうと誰もビールを出してくれないというような関係の街です。はい、というわけで皆さん間違えないように注意しましょう <laughs> ということで、えーとまあ、なぜ今回あのこの「ラグランジュ・シンフォニー」とアンディ・バズさんがあの一緒にこのトークに出演しているかというと。 まあ実はすごいあの縁のあるあの関係でまずそのラグランジュ・シンフォニーのあちなみに私あのそこにありますアルバム月にラグランジュ・シンフォニーのアルバムが2月に発売したんですけどそれの,あのライナーノーツを書かせていただいてその縁で今日司会もさせていただいてるんですけどまあその際にいろいろ伺ってですね聞いたところによると。 そのヨアレコーズで東京コネクションというあの EP をドイツでですねあの発売してでここにカタカナで全部書いてありますけどあの3人、ここ3人ですねノーミルク、ロンデニオンケズ YM のトラックそれぞれトラックが収録されている3人のトラックを収録した EP をそのドイツのレーベルが出したと。 でそれまで3人はそんなに接点がなかったんですよね。そうでもともと知り合いではあったんですけど、まあ、あの何か共演するようなことっていうのは特になかった感じですねこの EP で初めて同じレコードに載ったというか作品としてはそう作品として一つの作品に収録されたっていうきっかけなので、まあ、そういう意味ではあの非常にキーパーソン。 だったわけですねアンディさんがね <laughs> えっとそれであのまず皆さんがどういう音楽やってるかを知らない方もいると思うのでちょっとその東京コネクションに収録した曲を聴いてみたいと思いますはいえっとですねまず1曲目がロンデニオンさんですねはい あ、これプレイしてるんですけど、音出てますかね。はい、流してください。これいね、あ、違う、これ二曲目。あれ、これですね。失礼しました。<laughs> ちょっと反応遅めですけど。はい。 がえー、ノーミルク。 2010年に発売した EP ですなのでもう,、えー、もうかれこれ4年近く前ということなんですけど次が、えー、ケズ・ワイ・エ m さんです。 わけであのこちらの3名の曲を聴いていただきましたが、えーそのえー、とそのドイツのレーベルでその日本最近は結構あの日本人のアーティストが海外のレーベルからリリースされることも増えてきてはいるんですけど割と特にケズ君とロンデニオンさんはなんか海外のレーベルから出て。 日本に逆輸入されてみんな知るようになったっていうあの部分がすごい大きいと思うんですね。あの私とかも「ロンデニオン」って書いてあってそれは日本人だっていうことを知らずに「ラッシュアワー」のレコードかなんかも聴いたのを覚えてるんですけどで、まあ、その今回「ラグランジュ・シンフォニー、まあこの」この EP をきっかけに、まあ、日本でこういうユニットを組むようになったのとかも。 なんかその海外の人海外のまあリスナーに、まあ、ある種こうリスナーというかレーベルに認めて実力を認めてもらうことっていうのはすごい励みにもなるしあの、うん、い,い,いいきっかけになってると思うんですけど、まあ、それについて、まあ、アンディさんはそのヨアでかなり積極的にその日本人のプロデューサーの作品を 紹介してきたので、まあ、特にこの3名のプロデューサー、もしくはまあ日本人のプロデューサーに共通するものが何かあれば、どういうところにまあ魅力を感じるのか、もしくはその日本人ということは全然関係なくて、あの全く意識せずにそういうのを音で判断しているのかっていうのを、その辺のことをちょっと聞いてみたいなと思うんですけど。So, yeah, like I don't think many Japanese artists were famous worldwide for making house music. They had not much recognition, or I didn't know about it. So I found a uh, Kazuki um, record on Four Looks Records, and I loved the record. And I didn't know he was Japanese then. So I, I don't know, Discogs or someone, I found out he's Japanese. And I found that really interesting because I didn't get much you know house music coming from Japan. And that's why I wanted to do something with uh, Kazuki. でまあ、言った私がまあ、日本人が世界でハウスを作ってるっていう印象すらなかったしそういうことよくっ自分はもう最低限しそういうこと知らなかったで和樹、まあ、ですねが音楽を最初に聞いた時もその日本人だっていうことは知らずに聞いてたと、まあ、日本人だって分かってですごい面白いなとで日本からのハウスっていうのが、まあ、新しくも感じたし。 Can I say something, because uh, when I was still running Background Records, the uh, m label for Millennial Music, I was getting many, many demo uh, tapes or CDs from Japan, but it was always like very experimental or not very groovy music. So when I discovered Kazuki's music, you know, it was real house with good groove, and so I felt, yeah, this, this is something good, and I wanna wanna do it. のはミニマルのレーベルの時のレーベル名って何でしたっけバッ,バックグラウンドをやってた頃はあの日本からたくさんデモを送られてきたんだけどでも大体こうエクスペリメンタルなものが多くてそうかあまグルーブがないものが多かったと。 で、あのケズくんの音楽を聴いたときに、まあ本物のハウスミュージックでグルーヴィーで、でそれを最初に聞いたときにすごく面白いなというふうに興味を持ったんです。あのロンデニオンさんとノーミルクさんはどういうきっかけでヨアにデリリースすることになってるんでしょうか。Um, I think I also got your record, the No Milk record, and、uh, when i was touring in tokyo we set up this meeting you remember a coffee place yeah, yeah, yeah. where they have some records yeah. and i yeah. think that's yeah. where you yeah. met yeah, yeah yeah what's the name of the place State yeah. State yeah 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 so i think kazuki was with me and you met on that day right yeah and then we developed a plan of doing something because all of a sudden between denien and kazuki and no milk there were three artists from uh, japan doing like groovy house music so it was easy to kind of come up with a concept, put them all on one record, and I think the nice one about the record is not only the music, but um, for people overseas, it looks kind of mysterious with all the Japanese characters. And I don't even think we have—do we have the label name on there? See, no. Uh, in, in ja <laughs> yeah, in ja everything is in Japanese, so it doesn't look like a like a your record. You know, we just try to make it, yeah, looks special. So I think in Europe, people were thinking this might be. ででがあるかいいとととののははれれにににてててミミクをきたたたノーーーーーーールクとは東京テツアーで来た時にあのミーティングをやろうう言っ連くなんですかね、はい、下北沢のコーヒーがコーヒーも飲めるレコーーやシティ・カントリー・シティというカフェが併設されているレコードで3人でビールを飲みながら。はいうん なるほどでその日に初めて会ってまあゾンデニオンさんのこともそこでしてまあ3人ともグルービーなハウスミュージックを日本で作っていると。 でまあそこでこ,うこの EP を作ろうっていうまあこの EP のコンセプトみたいなものもそこでこうまあ分かりやすいなと思ったとでまあ全部日本語で書いたりしてそれもすごくこうあの外国人の目から見るととてもミステリアスででも全部日本語にしてたらこう日本でプレイされたレコードかもしれないしどこで来たのかも分からないしまあそれとてもいいギミックだというふうに思ったんですね。 えっとこれはあの私はライナーを書く時にまあちょっとロンデニョンさんにインタビューをさせてもらってその時にあのおっしゃってたんですけどまあこういう企画が日本ではなくドイツのレーベルであのやってもらえたっていうことは嬉しかったけれどもなんで日本でやらないんだろうみたいな日本なんで日本じゃなかったんだろうみたいなこうフラストレーションもあってそれがきっかけになって。 あのラグランジュレコーズを。まあ、あの設立してまあ、こういうユニットを結成したりっていう流れがあったっていうことなんですけど、ちょっとその辺の。まあ、そのユニット結成のきっかけを含め、あの教えていただけますか？そうですね。あのまあこの企画が出てきた時に、あのその日本人アーティストで、えー、そのレコードを作るみたいな。 あの作品いいうのののはやっっぱり多元に見ないものだったのであの僕たち的にもその話が来た時に嬉しいなと思いましたしあの出来栄えもあのとても気に入ってますあの面白い作品になったんじゃないのかなと思ってまして、まあ、あのそういう意味ではそのあのアンディがあの日本で活動している僕たちでレコードを作りたいって言ってくれたのはあの、まあ、その審美眼 本当にありがたいなとは思ってるんですけどもその前からその僕だったり KESYM、まあ、ノーミルクもそうですけど、まあ、あの海外のレーベルであの作品を出すことが多くてで、まああのーまあ、ざっくり日本で出すレーベルがないっていうのが一つあるんですよね。 でまああのこういう日本人アーティストのコンパイルっていうのも、まあ、その海外の方からあの先に出されたっていうかなんとなくそういう感覚があったんですよねあの海外で日本人のコンパイルっていうそのものが面白いとも思いましたけどなんかこれがその、えっと、僕たちの手であのそういうことができないのかなっていうふうにあの考え始めたっていうのはこの作品がきっかけですね。 Yeah, I I totally understand where you're coming from. Like, um, I mean, realistically, especially house music. I mean, electronic music is very international, of course. You know, from Kraftwerk. I mean, Kraftwerk and Detroit and Juan Atkins. You know, I mean, those Detroit guys. They reference back to Düsseldorf, which is a very white music. You know, and. uh I think it was uh Derek May who said uh, techno is like uh, George Clinton and Kraftwerk mm. stuck in an elevator. So but the thing with house music really is that um, I think the the Afro African American roots are very strong. So um, you know it's it's a whole it's all about the groove. And uh, my experience is for example when I played in Chicago the first time or I, I toured in the united states the first time. i didn't know what to play because, i mean, it makes no sense traveling from germany to the us and only play american house records. so what are you going to do? you know. so i really think it's great that nowadays, you know, everybody, not everybody, but the talented people can make good house music. but i see it's complicated depending from which place you come from and it's always been the case that if you come from a place that's not very known for house music, then it's, it's harder to get into the game. on the other hand, which i never understood, um, the whole japanese scene is so passionate about music. i mean, they're really record collectors. you know, they're very knowledgeable about this music. they collect. they know everything. and i'm surprised it took people so long to, you know, come up with the good results. but i think once the guys got inspired, はい、えー、すごい彼らの置かれた状況ってのはすごく理解します。でも、エレクトロニックミュージックそのものがもうそもそもインターナショナルなものだと思うし、まあ、もちろんクラフトワークだったり、まあ、特にデトロイトテクノなんていうのは、やっぱりデュステルドルフに対してのコーリースペクトとかプロプスもあったわけで、で確かデリックメだと思ったけどと言ってますが、本当はホワン・アートキンスだと思うんですけれども、ジ、え、ョージ・クリントンとクラフトワークがエレベーターにえー乗って、 できたような音楽だとでハウスミュージックっていうのはやっぱアフリカンルーツがあってやっぱまあ全てがグルーブに、えー、よった音楽であるとだからその自分がその最初に US ツアーでシカゴに行ったりとかした時に何をかけていいのかっていうのが分からなかったっていうんですねでそれはやっぱりわざとヨーロッパから来てアメリカその本場であるアメリカに来て、えー、何をかけていいのかって分からなかったとだから逆にそれはだから日本とか えー、ハウスミュージックを作っている国だというふうに知られていないところの人たち。 にとってみれば、それはやっぱりなかなかこのハウスのまあゲームというか、まハウスの業界というかシーンに入っていくことがすごく難しいっていうふうになるのは仕方がないことかもしれないと。えー、だけど日本人っていうのはやっぱりものすごくレコードに対するこうコレクションだったりとか知識はものすごく豊富だし、あのこうやっていい結果をえ出せていなかったことがむしろ驚きだというふうにえ感じていましたと。 えー、だけど、まあ、結局そういうことができる人たちがいるわけなんでそれがすべてじゃないですかとい,いこと言いますね、あのー、それは私も常々すごい思っていることで、まあ、日本は本当にレコードの市場としても、まあ、ヨ,ーロッパヨーロッパ全体とですよ比較して2番目ぐらいのマーケット本当日本ほどレコードを買っている国は他にあまりないぐらいで。 で特にそのハウスミュージックとか、まあ、ディスコとかそういうものに関して日本のリスナーほど知識があるあのお客さんはいないって、まあ、どこの DJ でも言うんですよねで。これだけみんな研究してよく知っててで実際素晴らしい DJ もたくさんいるんですけど日本,さん日本から発信している日本産のそういう音楽がどれだけ海外に惹かれてるかっていうと。 非常に限られてるこのことはねすごい根深い問題なんですよね。であの何をもってハウスミュージックだっていうかっていう話なんですけどもちろんテクノって概念だったら日本は YMO を生んだ国だしねテクノポップからあの探っていけばその日本産の音楽がダンスミュージックとして流通された歴史っていうのは長くあるんですけど。 そのハウスって意味合いにおいてはねなかなかこれが難儀なんですよでなぜ難儀かって言ったらハウスっていうのはそのまあそうですねえっと例えばウェアハウスから始まった音をハウスと定義するのかだからつまりはシカゴから始まった音をハウスと定義するもしくはデトロイトから始まった音にもハウス的な音があったしその頃あの80年代の末っていうのはその 混在しててたたっっいうかかジャンル分けが一切なかった例えばだからあの分かりやすい話で言えば「EasyStreet」ってレーベルだったり「NewGroove」っていうレーベルだったり DJ インターナショナルってレーベルだったりとにかくあのハウスミュージックっていう概念自体がテクノを吸収していたんですけどそっからデトロイト以降が細分化されていってテクノとハウスっていうものが全然違う方向を向いて成長していった。 っていう文脈があるんですよね。で、日本のハウスシーンっていうのは、実は80年代末からあって、えっ、ー、と例えばそうですね。イージーストリートからリリースソドムはしてます。<laughs> はい、あとエクスタシーボーイズっていう。あのー、そうそうそう。雨宮兄弟亡くなりましたけど、エクスタシーボーイズは、えー、どこだっけ？うわ。2つぐらいのレーベルから12日リリースしてるんですよね？ でそれ何かというとデモテープを送って自国でもハウスは作られてるんだっていうことがきちんと証明されしかも12知のバイナルに刻まれたっていう喜びだけでそ,のそれが名刺代わりとなって世界中のリスナーの耳に届いてたにもかかわらずまだあの発展途上だったんですよ日本のハウスのシーンがだから世界中には継承されなかったでそのタイミングでメジャーフォースができたんですよね日本には。で メジャーフォースはあの藤原寛さんが平太さんの、えー、ハウスのプレーを、ね、北海道で聴いて俺はヒップホップの DJ だっ藤原寛さんは日本で最初にスクラッチした DJ とされてますが、えー、それで、えー、とハウスの DJ になるんだって平太さんの音を聴いてリリースした「ヒロシズダブっていう楽曲があるんですけど、はい、でそれはメジャーフォースでそれは逆輸入の形で、えー、とその後ロンドンに渡り あのモーワックスから、えー、その時期に同時にそのメジャーフォースをあの運営してた中西俊夫さんもろ元、えー、メロンそしてプラスティックスのがロンドンに渡ったことによってメジャーフォースが日本のダンスミュージックをの中枢を担うような文脈だったんだっていう歴史が、えー、伝え広まったんですけどそれ以前にアンダーグラウンドハウスシーンっていうのは80年代末から 日本には存在していたとにもかかわらず、えっと、まだその世界的に見てもハウステクノがアンダーグラウンドだったから12日のリリースでさらにもう工事家の間で回るような音楽としてしか機能していなかったでそこから徐々にそのリズムブルースとかを、えー、なんだろうやってる表現者たちがハウスを取り入れたり例えば日本だったら小泉京子さんが あのハウスミックスを、えー、12日で取り入れたりした運動が80年代後半から90年代初頭にかけてあるわけですよ。でそこってなぜ日本のシーンがね世界に解放できなかったのかって言ったらメジャー流通のねあの日本の流通のシステムに問題があったんだと当時は僕は思っていてだから例えば石野卓球さんがリリースしてもね ソニーが、えー、と海外に向けてリリースするレーベルっていうのはまた別のレーベルなんですよ、d j t a s がかっこいい、えー、とアルバムを作ったとしても、12日にカットされてリリースされるのは、あのー、誰だっけ、ベロシマの彼、フランク・ミューラーの村レコードからリリースされるわけなんですよね、そういう形であの流通システムが妨害して、外に広まらなかった歴史っていうのが結構長くある。 そうそうそうでそれ以前は実は国交してたんですよなぜなら日本のメジャーレーベルがハウスっていうものに注目してなかった時代にあのさっき言ったあのイージーストリートとかが日本のハウスのアーティストにあの注目してリリースを重ねてたっていう時代があったんですよねそう大変興味深い話です、ね、大変興味深いそれが、うん、そういう意味では今、はい、まあ、いわゆるそのメジャー流通がうん、うん まあほぼ崩壊してるじゃないですか、フィジカルに関しては少なくとも。それでそのインディペンデントなディストリビューションになってインディペンデントなレーベルがあの特にダンスミュージックでは中心になっているので逆にだからねその物質としてのね可能性を今、12日は秘めてるっいうことはみんな分かっているわけじゃないですか。例えばレディーフェイトがリリースしても あのファイルミュージックを売るんだけどそこにはバイナルっていう物質がついてきてそのバイナルを購入することによってファイルが落とせるっていうあのなんだろうなエネルギー循環がなされていてにもかかわらずそのバイナルっていうことの価値っていうのが再度見出されていて例えば今日ここの,の現場に来てる DJ ノブくんとかっていうのは12インチがねいかに海外のアーティスト海外の現場に対しての名刺代わりになるかっていうのをきちんと理解してる。 現代アーティストだと思うんですよで日本のアーティストっていうのはそのメジャーに囲われてそこでリリースされて海外に流通される経路を断た,たれてローカルなアーティストになり下がっていくかもしくは海外に飛び立って海外の現場に、えっと、活動の現場を移してそこで表現していくかでそれのハウスの話で言うならばそれの筆頭がサトシとミエさんですよね。 サトシとミエさんっていうのはデフミックスプロダクションからえっと八九十九十年ぴったりか九十一年にティアズっていう十人日をリリースしてますけどそれはフランキー・ナックスの前座としてサトシとミエが演奏したことによってフランキーが声をかけたわけですよ。東京でう,うちにとこ俺んとこ来ないかっていう。そう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 。俺んとこ来ないかって <laughs> あのキシなんですけど、<laughs> そうあの俺んとこ来ないかって声をかけてしかも。 好みだったんんじゃないですかか彼のことを <laughs> 分かりませんけどそれでニューヨークに移り住んで <laughs> ティアーズが名刺代わりになりでそれでリリースを重ねて日本を代表するハウスアーティストに90年代の初頭になっていたともう一つのパターンっていうのはテイ・トーアさんのことを忘れてはいけないテイ・トーアさんっていうのはあの坂本龍一さんのサウンドストリートにデモテープを送ってあの優勝したりしてた人なんですけど彼が留学してそこでの現地で会った えー、誰だっけミスキアとそれとあの DJ の誰だっけうわ名前が出てこないやばいやばい,ディ,い,いディミトリーと出会って3人でようやくリリースすることによってメガヒットを飛ばすようなアーティストになったとだから例えばあのテイトワアさんの話とサトシトミエさんの話っていうのは日本のハウス文脈を語るにおいてでさらにはその日本の流通システムのことも含めてなぜその だろう島国である日本のアーティストが世界にあの継承されていかなかったのかっていう理由となぜ日本の音楽をやっているねそのハウス遺伝子っていうのはあのワールドワイドに広まったのかっていう2つの理由が明確になるタームだと思うんですよそういう意味ではやっぱり聡智富江さんもイト亜さんも、はい、やっぱり逆輸入されてるんですよね逆輸入されてるんですよ、うんはい やっぱり特に最近またすごいバイナルの復興っていうのはあると思うんですけど本当に今おっしゃったようにもう名刺代わりなんですよ。名代わりですよねこれ出してないと名前知らないんですよ。で1曲いい曲出してるとんなですよだからデリック・メイがストリング・オライフで演歌歌手の土佐回りのようにいまだに世界中を回れてる理由と結構近い部分があって。 完全そうですよね、のぶくん、はいはいのぶくん、のぶくんに回します、マイク完全にそうだと思います <laughs> <laughs> いや、だからさ、いや同じなんだってつまりは演歌歌手がさ、あのー、キャバレ、キャバレ、リルリースもそうだよそう、フレンチキス、<laughs> フレンチキスを聞きたくて来てるわけだから、サソリ座の女を聞きたくてさ、三カさんのさ、 そそうそう,そう,そう、ディナーショーに来るのと同じ現象がワールドワイドで起こっていてで決定的ななぜ12日が重要かって言ったら、あのー、まだね低和さんの世界だったり佐藤智江さんの時代っていうのはねそのインターネット以前なわけですよそしてデスクトップで音楽を作れる時代じゃなかったってことがあってこんなにコンビニエンスに音楽が作れる時代じゃなかっただから音楽を作る電子音楽を作るってことのハードルが異常に高かった時代だったわけ。 だから作っってること自体がレアだったんですよねそう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 あの頃はねで今は何かって言ったらそのうちのおばあちゃんでさえさガレージバンドがあの入ってるわけでしょマッキントッシュ購入したらそれでちょっとしたさループトラックとか簡単に作れてしまうっていうかさ分かりますでその時代と現,現代は全く違うわけこれ何が違うかって言ったらその音楽を作るって行為に 関してもそうだし声に関してもそうだしそれを世界の側にね拡散していくっていう表現自体もあ行為自体もその当時は難儀だったってことなんですよだからこそ10人地のワールドワイドなレーベルが機能していてあのー、現場であるねシカゴとかデトロイトとかその後のベルリンとかに伝わるためには10人地を切るしかなかったでその前っていうのは例えば皆さんご存知の通り あのー、パラダイスガラージュでもウェアハウスでもあのリリース前の楽曲っていうのはあのオープンリールで持ち込まれてそれでレコードと一緒に彼らをつないでいたわけじゃないですかで今ってそのファイルで WAV のファイルを渡せばそのまんま現場でかかるしフロアヒットなんて簡単に飛ばせるからこそなおさらパイが多すぎて誰もがこう表現もできるし流通もできるっていう現実が訪れ だからこそ埋もれててるっていう裏返せばねただ一つ言っていいですかち、うんうん、ちょっとちょっっとともうすぐこっちに話戻したいと思うんですけど、はい、<laughs> あのーうん、そのそさっきメジャー流通のね弊害みたいなことをウクさんおっしゃってたけど、はい、今やっぱりそのみんなインディペンデントにやり始めたわけですよ。曲を作ってる人が自分でレーベルもやって、うん、でまあどこかしらそれを流通してるとくれるところを探して、うんうん、っていうことを、うん、まあ本当欧米の、うん。 音楽作っっててるるキッズはみんなやっていると、うん、で日本でも確かにそれをやり始めた人が増えてきたんですけどそこでやっぱり言葉の壁があるかなっていう言葉の壁あるのが私は感じていて,て、うんうん、ねそれこそノブ君も今、うん、英語一生懸命勉強していやいや本当に言葉の壁はすごいでかいです。本当に、はい でやっぱり日本の自分が英語喋れるからこういうふうに言うわけじゃないんですけど、うん、日本の人はそれですごく損をしてると思うんですよねであのやっぱりそこまで英語うまくなくてもあの、まあ、ここにいる皆さんとかは発信しようとあの本当にちゃんとそれこそアンディとかとコミュニケーションをとってレコードを出すところまでやってるし例えばケズ君とか毎年ヨーロッパに来て 自分で全部ブッキングやって、あのー、自分でやってるわけなんですよ。聞いてます母さん。でやっぱりそこの努力をできるかできないかですごく変わってくると思うんですね。でそれをやっぱり今後日本のアーティストもやっていかなきゃいけない。 時代に来てるなって思ってまして、まあ、そこでまたラ <laughs> グランジュレコーツの話に戻したいと思うんですけど多分そういう考えがいろいろあってやってらっしゃると思うのでうん、うん、どうですかそこら辺のお考えはまあそうですねまあだからあのまあそういう意味で目立ってないっていうのはあると思うんですよ日本人アーティストがねそのア,アンディが言ってる通りあのまあ飯食うまで知らなかったっていうのもあるわけですでまあ あのー、さっきそのう川さんも言ってる通りですねあのー、まあその海外とのアクセスっていうのももちろんその昔に比べれば楽ですしあのー、まあコンタクトを取ればできる話なんですんあのー、まあそういう意味でそのまあ、海外とのレベル海外レーベルとの仕事っていうのはできるようにはなってるんですがあのー 企画が走るっていうことはあるんですあるんですけど、まあ、まさにその言葉の壁もそうですし、あのー、僕もあのそういう活動を長くしてましたけどちょっとその足場がない足場がふわふわしているっていう感覚になり始めるんですそれはまさにその、えっと、日本のハウスシーンっていうのが沈んじゃっている中でその足場が見えてこない。 っってていいうののがあるるんじゃないのかって思えるわけですであの少しでもその、えー、と自分たちの足で立てるようなあの場所を、えーとそのまあ、自分たちでできるところから始めてみるっていう意味で、えー、とラグランジュ・シンフォニー,、えーえー、とーラグランジュ・レコーズから始めて、えーとまあ、まあレーベルですけど僕は今やっているレーベルですけど、ね、あのそういう意味でその日本のハウスシーン っていうものの、えー、と足場になるような形にならないかというふうに思っているわけです。で、そのレーベルの象徴となるような音を作るうーメンバーは一体誰なんだと言ったときに、あのー、この2人、あともう1人 ACA もいるじゃないかというので、あのー、シンフォニーのアルバムを作ったとっいう形になりますね。Can I say something? Ron Danion said something very important 10 minutes ago、um, that it's all about confidence. And uh, you said, you know, you made that record, it gave you the confidence just to do it. And I really think that's really important. You know, if you believe in it, you can do it. If you're Japanese, if you're, it doesn't matter nowadays. Like, you know, if you're, you know, black, white, Jew, gay, whatever, it doesn't matter. It's in the groove. Like, you put the needle on the groove, and if the groove is there, it doesn't matter where you're from, you know. And I think it takes the confidence that you develop to just do it. If you have the talent and the devotion, then a anybody can do it nowadays. Like, but i think maybe sometimes japanese people in the beginning, they were a bit shy. they're such passionate fans about the music. so maybe they put the, the american artists here. they think, oh, I can, I can never do it. but yes, if you work hard and you're talented, you can do it. and those guys proved they can do it. and i think confidence, you said it. i think that's, that's the most important thing. like, just be confident but, about what you're doing that's my contribution <laughs> Hi. Oh. one more thing i mean basically japan created techno music and house music because without the the 909 the 808 and the 303 yeah, yeah, yeah. there would be no techno in house so you guys should be proud of that because you created house music and techno music roland 論で日本さんが10分前ぐらいにすごくいいこと言って、それはあの自信ということだと思います、えーまあ、レコードを出して、えー、自分でやろうと思えばで、自分のことを信じていれば、人種も国籍も関係なく、もうグルーヴさえ良ければ、あとはそ,のそこに至るまでに必要な努力をきちんとすれば、あの成功できると思います。 で日本人はシャイであったりとか、あとはそのアメリカのアーティストに対してこうリスペクトしすぎるようなところがもしかしたらあるのかもしれないと思っていて、でも彼は本当にそういうことが日本人でもできるということを証明した重要なアーティストだと思いますと、それともう一つ言っておきたいのは、えー、日本人がテクノもハウスも作ったんだと、それは808-909-303を作ったローランドという日本の会社だからだえっと、はい。 ちょっとそのま脱線ではないですけどあのラグランジュ・シンフォニーの話にもう少し戻したいと思うんですけれどもまあそういうわけであのまあ私もこのライナーノーツ書かせていただいてそこにも書いたんですけどすごい私個人的にも今後の,あの活躍にすごい期待しているあのユニットというかグループでしてもちろんソロのメンバーもあのすごいこれから 日本のハウスミュージックを、まあ、かい特に、ね、あの日本の国内だけじゃなくてやっぱり海外に発信しようとしている、まあ、数少ないあのアーティストたちだと思ってます。<laughs> で、えーっとあの、ラグランジュ私も、ね、最初、ね、ラグレンジュだとずっと思ってたんですけどあのラグランジュシンフォニーなんですよね。でそのあの名前の 意味ちょっと由来についてあの説明していただきたい今話したこととちょっと関係すると思うんですけど、はいえっと、そうですねえっとその天体用語でそのラグランジュポイントっていうものがあるんですけどあのすごく乱暴に言うとその重力が安定して、えー、いる場所っていうことなんですであのまさに、まあ、さっきも話してますけどもその日本の,その、えっと、ハウスミュージシャンだったりとか、まあ、アーティスト がやっぱりそのまあラグランジュレコーズを立ち上げた時にそういう人たちとも関係を持ってあの何かその足場になるような場にならないかなというあの思いでこの名前を付けてますでまあラグランジュシンフォニーに関してはあのその巣から出てくるあのユニットなので、まあ、シンフォニーするっていうのでそういう名前になってますね。 その「ラグランジュポイント」という曲がありますので <laughs> ここで1曲またかけたいなと思うんですけどこれがえと最初に「ラグランジュシンフォニー」名義で出した EP にも収録されてるんですよねで今回2月に出たアルバムにもえ入っておりますでこれは今日のライブではやらないということだったので,でも1曲目になっちゃったんですよそうそうう ですよね、なのでちょっと聞いてみます。 ちょっと聞きたい感じなんですけれども時間も限られているので触りだけになりますが、えー、11時半からあのライブをやりますので皆さんチャンネルはこのままで「<laughs> でえー、っとラグランジュシンフォニー」としては今日が初めてのライブです初ライブ,ライブそして、えー、っと2回目のライブが太鼓クラブが決まってるんですよね なので今年、太鼓クラブに行かれる方はそこでも見れると思います、えーっとまあ、アルバムの話をしようかなと思ったんですけど、まあ、ライブがあるのでどんな音楽なのかっていうのはそちらで <laughs> 聞いていただいて、えーっとまあ、皆さん、多分私とかも最初この、まあ、今、4名という編成でどうやって曲を作ってあのどうやってライブをやるのかなって っっていうのちょっと興味あってというのはまあ皆さんそれぞれ個人でソロでずっと曲作ってきてる方なのであのねバンドやってたとかいうのではないのであの複数のメンバーであの曲を作るっていうのは作品を作るっていうのはなかなかあの勝手が違うと思うんですけどもしそのなんか役割分担的なものがあるのかえこの人はこんなところが強みなんですみたいな。 そういったあのメンバー内の,、はい、あの相互作用はどういうふうになっているのかっていうのをロン・デニオンとケイズ・ YM は割とプレイヤーよりなんですよね。なんで、まああので僕のところのまあスタジオでそれこそあの、まあ、簡単な骨組みを、まあ、みんなで話しながら作ってでそこからはあの僕は。 いいねいいねっていう係で「<laughs> <laughs> いいねいいね」でいい,ポインそういいポイントを見つける役目ででまあ乗ってくるとまあ勝手にこういい感じのがまが出来上がってきてそれをお互いみんなパーツを持ち帰ってでその後にえお互いの自分たちの作業スペースでえービルドアップして。 まあそのまま完成させちゃうこともあるしもう1回、またその、えー、ある程度できたところから展開させていったりっていうのが割とオーソドックスなまあうん、今の、えー、このま,まアルバムを作った時のやり方ですね。 あのみんなでスタジオに入るんで一、まあ、人では発想できないようなあのフレージングだったりとか、まあ、ふ普段一、まあ、人だったらこ,こういうフレーズは使わないだろうねっていうようなものも多くせずあの、まあ、そのスタジオで試せるで、まあ、あのそうやって自分の発想にないものをそれぞれみんなで持ち替えて、っと、音にあの構成できるっていうのはあのすごい刺激的ですよね。うんでまあ、あのもちろんその えー、きっかけを作ったのは、うん、アンディなので、うんえー、アンディの魂もきっと <laughs> あのシンフォニーの曲には入っていると思います。あとあの謎の4人目のメンバー ACA3 さんは、えー、アルバムにも参加,あ参加というか制作にもしてるんですよね。役どころというか このアルバムでは僕の曲は3曲収録されているんですけど、えー、他の3人と一緒に作ったっていうんではなくて彼らの曲の素材を、まあ、勝手にダブバージョンをしこしこ作っていってでロンデニオンにそれを聴いてもらった時にリリースしようっていう話をいただけたのであの収録されることになりました。はい、じゃ元々は メンバーじゃなかったって言ったたて言まああのー、まあ知り合いだったっていうことなんですけどもとりあえず作品っていうのはいつも聴かしてもらってて、あのー、いいなっていうふうには感じてたんで、まあ、このタイミングでちょうどそのシンフォニーのアルバムをレコーディングしてる時に、えー、とそれにフィットするような音を上げてきてたのでもうだったら。 あのー、入ってしまえばいいんじゃないのでその、まあ、ラグランジュ・シンフォニーの,その、あのー、さっきも言いましたけど、えっと、そのいろんなアーティストが集える場所っていうふうにしたいんです。なんでその、えっと、もともとはこの3人、まあ、アンディの一声から始まったこの3人で始まってるんですけどこれは何人あの入っても構わない。 あの今日からラグ,ラグランジュシンフォニーですって言ってくれればもうシンフォニーのメンバーなんであのそういう気分でいるんで。Maybe I can join the group。<laughs> <laughs> 僕も入ってみますか。参加者が今増えております。じゃあ,あの後でそのあのリストを渡すんで <laughs> そこにサインをしてってもらう。サムラコーチさん入れようよ。<laughs> <laughs> やばいよね。あの人さあのさトラックメーカーだと思うんだよね。 あれって、あの抑揚ってさ、やっぱり四通打ちでしょ、あれしかし、あのあのー、グラフィックスコア見たんだけどそう,そうですね、でもそうだよね、四つ打ち向いてるよね、あれねああの向いてる方だと思いますね、<ー>真面目な話でそうなんだよね <laughs> そういうコラボも <laughs> <laughs> あのー、もでもその、シンフォニーはその、普段 えっとそれぞれはそのストイックな作品を作ってるんで基本的にはその肩の力を抜いた作品っていうのを発表できるのがいいんじゃないのって,って少し笑えるぐらいのものみたいなのを作っていこうよっていう話なんでそういう意味ではあのちょっとユーモラスですよね。<laughs> そうで,すね、うん、であのライブではどういうふうにやってるんでしょうさっきちょっとあのサウンドチェックを拝見したら。 まあここ3人がこっちにいて、えー、ACA3 さんはブース DJ ブースにいましたけどあの楽器の担当とかあとはあらかじめそういうある程度プログラムさでもその割には楽器が多いですけどどういう,うにあに楽譜があるのか割とあとイ,イ,インプロもあるのかどうややってやるんですかそして絶対音感があるのか。 あるんですか？ある人います。ちなみに、<laughs> えっと僕は絶対音感はないんですけど、あのー、相対音感があるので、あのー、基本的に音は聞き取れます。<laughs> ライブはあのー、まだ僕らも今回初めてなので、あのー、今日 いろいろ決まりまりした <laughs> あのこういう担当にしようとかで割とあのインプロの,あの割合も多いですし、えー、ある程度なんだろう,、えーま、うんスタジオ入ってジャムをしてそこで生まれてくる曲を、まあ、やろうという試みも入ってるので。 あのちょっと何が出てくるかは僕らもあんまり分かってないっていうのが正直なところじゃあ,あのアルバムの再現アルバム収録曲の再現というだけではないっていうことですねそすねあのその要素は、まあ本当にほんの一部ですね、はい、あのどんな感じになるのか楽しみです、えー、っと他にもいろいろ聞きたいことはあったんですけどあの時間も それほどありませんしアンディさんの DJ もやってもらわないといけないので、えー、っと <laughs> 最後にえまあ皆さんそれぞれソロの活動もされてますしレーベルをやってたりとかあとあのツアーをやってらっしゃる方もいるので、えー、順番的には多分アンディから言っていっていただいてあの準備してもらってあの皆さん一人一人あの何か告知とか。 お知らせしたいことがあれば一つ一つ言っていただいて、二、まあ、言でもいいんですけど、あのー、とりあえず、トークは終わろうかなとしします。Um, so he's really into acid house and uh, i've got the roland 303 so we meet you know, in the studio and we've done some tracks and they're going to be released soon and yeah i'm playing i think three more shows on this tour gifu and uh, nagasaki and osaka yeah that's it thank you はいえー、と2枚ほどリリースが控えてますドイツの新しいレーベルからアシットハウスを、えー、近所にケグンの近所に住んでるアンドレアなんとかさんという人とコラボレーションをしました、えー、と僕が3を3を持っているのでスタジオにえ一緒に入ってトラックを作りました近日リリース予定です、えー、それと東京日本ツアーあと3回残ってます、えー、岐阜エメラルドですかね でしょうねレベラルだと長崎と大阪残ってますのでぜひ来てくださいとはいじゃあアンディさんはぼちぼちスタンバっていただきつつあのよ残りの4人あアンディ,ンディありがとうございました。